お疲れちゃんです。ラットです。今日ですね、こちら遅延スケラーやっていきたいと思います。さあ今現環境遅延スケラーが強いと言いますか、まあこの墓石がね強いということで、まあほんといろんな墓石デッキがね生まれてます。でまあチャンピオンも入ってなくて幅広くね何にでも戦えるっていうので、マルチ上位でもね今これよく使われてるデッキですので、まあバルキリーなかったらナイトとか、まあ、墓石もね別に五分折りとかでもいいんですけど、まあ今環境では墓石マジで強いので、まあ使いどこかなということです。やっていきましょう。で気づけば、え、ちょっと待って、やばい、待ってシーズンが、そう、残り少ないよなと思ってたんですけど、残り2日と21時間でガチでやばいっすね。本当にシーズン終了する、多分上と僕多分トロ1000ぐらい離れてるので、いやなんかショートシーズンだとなんかめっちゃ短く感じますね。前シーズンがロングだったっていうのもあると思うんですけど、今期はショートなので、もうだってあと2、3日でね今シーズン終わるっていう、いやバカやですね。さあということで、トラアギをねちょっとやっていかなきゃ、シーズン終わっちゃうんでね。はい、スケ圧着いきましたね。まあなんだろう、ホグ、ロイホグ、ここにクエイク、あー、いきますよね。でこの圧着に対しては本当はトルネードとか使いたいんですけど、まあないので、まあバルキリでいいのと、これ召喚時でナイス。いやーこれスケル打ってもよかったけどな。さあナイトなので、まあホグかな。でホグってことは今圧着いなくて、まあシンプルにスケラの受けがきついということなので、さあここでスケラ打っちゃって、このベビが結構無双するんじゃないかなと思うんですけど、さあ相手のねこのスケとボムタワーでのさらにウッドでの防衛が、いやうまいが、うまいが結構入るぞ。入ってくれ、入れ。まあまあまあ、で圧着いはなマジで、まあ、トルネかバルキリーかなんですけど、え？全然消えてこないんだけど。さあさあさあ。まあ、トルネ使ったんでさ、ホグが来ますよねと。で、ここにクエイク打つコストは、ないんかい。まあ、ないならあいついらなかったですね。まあまあまあ。さあ、そういうことで、アーチェクいない時のベビドラが無双するかなと思います。まあ、アーチェクいぐらい。本当に負け筋アーチェクいだっかな。いや、このアイウィズが座ってるのも、でかいね。で、遅延スキルはマジで、本当に、なんだろうな、ガチで幅広いんですよ。戦える相手がね。そう、ガチで万能デッキなんで、マジでね、なんだろうな、使い得というか、大会でも使われるし、マルチでも一生いるし、まあ、ずっと安定してるデッキなんでね。最近僕も負けたらアカウント削除っていう企画やってるんですけど、まあ、その負け策のデッキもすごい悩んでて、もう遅延スキルにしようかなっていうぐらい、そう、遅延スキラがね、やっぱ、万能っていうね。さあ、俺もスケル打ってもよかったけどね、多分打つだけ相手結構きついと思うんで。うん。さあ、まあこれ別にトルネードがあるんで、サクエク打たれます。こっちに来ちゃったね。で、これもうね、タルババと、まあベビー追加しが、しどくなんですけど、しなくてもいいか。さあ、ポイズン打っちゃおうか。もうこれでだってある程度入るからね。まあ、スケラが強いよね。本当に。スケラ打っとけばある程度入るじゃんって。まあ、相手の勝ち筋は、端前着衣からの、まあ、ホグ追加とか、しかないが、さあ、諦めましたね。これは。いや、ガチ鉄壁だからな。なんか、墓石も、最近本当に、まあ、これとは違う方のスケラに入ったりとか、まあ、ロイジャイにも当たり前に入ってて、まあ、施設枠にね、結構使われるので、いや、墓石も強いんですよ。てか、墓石が強いんですよね。これ結構ガチ。まあ、なんか、たまたま環境に刺さってんのかわかんないですけど、サンコス置き毒で、出てくるスキルの数も増えたので、スパーキーかな。単純にゴレとかに対しての防衛力が上がったっていうね。溶かしてくれる。陸域にもなる。あー、そっちか。さあ、エリゴレはね、ポイズントルネベビで溶かしたいですね。まあ普通に今この墓石がないサイクルっていうのはちょっと嫌ですね。ヒーラーもね。このね、範囲で溶かしたいんですよね、相手のソロ。ヒーラーで回復される前に。いやー、でかい。いやー、耐えたはず。耐えて。うん。よしよしよし。今ちょっと墓石もなくての、で、今だったんで、まあまあまあ、次から多分もうちょい楽に守れそうですけど。
普通にバルキリースキャラするだけで多分結構ダメージ入るので、まあ、守れば勝ちだよねっていう感じですよね。さあ範囲で焼いていきます。基本的にやっぱヒーラーで回復されるんで、まあ、それが嫌なので、なんかポイズンとベイビードラの範囲攻撃で、まあ、ライドラを溶かすって感じか。多分ライドラをね溶かせれば僕は負けないというか、こいつがね悪さするんですよね。ヒーラーとのねこの組み合わせがちょっと強いですよね。いやこの墓石のスキルがガチで熱い本当に。うん、いやーこれ金色すればよかったな今ね。ちょっと守ってだと今んとこ苦しいようになってるので、まあ、一瞬攻めますね。一瞬攻めて、まあ、最悪11になれるっていう。うん、さあでこのインドも、まあ、僕は守んないといけないねある程度。壊さないでと思うんですけど、まあ、こう墓石のせいで逆に回復されちゃうのか。さあこれねこのベビーの範囲でやってほしい。間に合う。いやバルキリーも強い。 OK ダメージ許せない。スケル打ってインドラをトルネで奥にします。そうするとこのベビーが残るんですよね。そうそうそう、意外とこれがねいいんちゃう。さあまあこっからかな。あと757。うん、守って左サイド攻めて勝ちたい。リンド来たらまたトルネで。あーエリーババか、これで守れるかな。トルネで下げます。でこのベビーが範囲で頑張ってくれて、よいしょ、さあ耐えます。おい耐えてく、耐えてくよ。でもう一回ベビースキャラか、まあ、バルキリースキャラしてって感じかな。うん、いや全然ありそうだけどなこれ。でもあと祈りゲーだもんね。さあ442、あと祈って、いや祈ってあれトルポイ、ポイズン圏内ですね。 OK、 いやちょっと怖かったななんか。まあでもそのライドラをポイズンプラスのベビドラの範囲でしばくっていうのは結構徹底してるとなんとかなります。はい、さあ藤原匠くんよろしく。ジャンジャンプ余裕で本名やん。本名かは分からんけど。さあヒースピエってことは2択です。いや3択です。スパーキー、ジンギ、サンシ、あなたはどれですか。スパちゃんですね。スパちゃんか。まあスパーキーはねちょっと嫌ですけどね正直。この墓石の同サイドでねやっぱスパーキー溜まっちゃうんじゃない。すげえめっちゃケツから来るね。これ棒ポイで確実に守りたいっすね。さあいやー滝がちょっと怖いね。さあヒースピで回復される。まあさすがにこれはトルネ下げて、いや怖い、怖すぎる。スパーキーの防衛嫌よ。いやスパーキーの防衛はね意外と序盤はねスケラ防衛してもいいですね。後半はね多分スケラ防衛しなくてもね守れるのかな。序盤はマジスパーキー受けなかったらスケラ防衛しちゃっていいですね。うん、これね、いやもう苦しい。まあ、スケラ防衛して、ゴブジェイからのエリックか、まあ、ゴブジェイからのメガゴかって感じですよね。さあ、まあ、一旦耐えてもらって。まあ、ある程度このダメージが入るのはしょうがないですけど、もう折れなきゃいいからな。アイビズが頑張ってる。
さあこれはバルキリーと横の樽で両面でおい伝えてく。まあ、耐えればねこっちのもんみたいなことになるんで、相手がダックプリエリキの空枠がちょっとヒースピだからないのか。マスキャラ打ち毒ではあるけど打っちゃおう。うん、サンドでね。トレネとか来たら怖いねこれ。まあでもベビーがさて鬼無双ゲーかもね今回。ポイズン打っちゃおう。暇すぎポイズン。相手の対空がエレキだけなのかな。エレキダクプリもう一個、もう一個見えてねえだけ俺がね。さあトルネポイズンでしばきながらの、あさあエリババ来ましたね。さあまあ守ってればね、その相手ってもうザップぐらいしかスペルがないんで、もう削れないんですよね僕のタワーを。そうだからもう守りか勝ちみたいなところあるんで、ね、まあ、守れなかったら負けなんですけどね、うん、これも範囲でね、このベビーの範囲がスパーキーも一緒にやってます。で、しっかり押さえてあげて。いや、硬いね。まあ、硬いと言いつつ、怖いけどね。もう、なんならスケラ防衛しちゃってもいいぐらい。うん。しーちゃんを。で、逆サイが来そうなので、しっかり警戒してあげて。で、あとは守って。いや、ほんとなんか守ってるだけやんっていう思うんですけど、もう守ってるだけでいいんですよ。うん。鉄壁なんでね。いやー、墓石強っ。だってこれ墓石じゃなかったら、普通に怖いっすからね。うん。さあ、範囲使って、まあ最後にね、スケラ打つなり、まあなんかするなり、みたいな感じで、まあ、一回攻めスキラ打ったぐらいかな。あとはおとなしく守っていきましょうと。あー、間もにっこり。はい。まあまあまあ。墓石がやっぱいいっすね。3コスで起きやすいし、防御力も硬いしっていうので。いや、ガチで墓石本当に強いと思うんですよね。さあ、ピース感よろしく。OP サイクル書いてるわ。ってことは、高回転かな。一旦墓石を置いて、小月ホグクロス。ムーティーだ。久々に見たっすね。もう逆サイムートスキラしたいぐらい、暇。うん。いや、マジで、ムートって別に弱いわけじゃないんですけど、もう最近小月ぐらいにしか入ってないっすね。そう、全然弱いわけじゃないんですけどね。環境か？そんな使われてない。まあ、ムーとインド、あ、スキラか。ちょっとこれね、まあ、アイスイズベビーで頑張ってもらって、フリーズギターっすね。スケフリです。まあ、スケフリはわかるんですけど、ムーと入ってるのがちょっとレアかなっていう。まあ、できるだけでも、アイスイズベビーとかバルキリーでスケラ抑えて、まあ、攻めでポイズン使えそうだったら使っていきたいね。ボーポイはまあ、まあ、苦しかったらすればいいか。うん。で、デリバリーでしたね。うん。さあ、これ、ちょっと嫌なんで、バルキリーで受けて、そのままスケル打っちゃいます。うん。いや、バルキリーインド。エレキ、いや、このカウンター
激怖っすね。ガチで。まあ、言うて。いや、答えたい。うん。さあ、キング起動できたので。いやー、こっからは耐えれそうだけどな、ガチで。もう相手のスケラは、まあ一応フリーズ打たれたターンにダメージ入るぐらいなんで、もうそこだけガチで抑えていけば、ぶっちゃけ。うん。頼む、めっちゃ入って、神頼み。いやー結構入ってる、いや結構入ってる。まあ、あとは俺が抑えれるかどうかなんですよね。インドラが嫌なんですよね、マジこれ。サポイズンの、ひたひたにさしてあげてね。よしよし、いやいい、ダメージなんなら追いついたので、ここで一回落ち着いて確実にいけば逆転されることはもうほぼないでしょっちゅう。怖え。めっちゃ確実に、めっちゃ確実にいっちゃう。パッキン来る、内側だけしっかり垂れてカバーして、これもっとスケラ打てばもう相手苦しいですからね。おら一枚。さあ、マスキラ対決、キング起動がね、超大事ですよっていうのが、まあわかるかな。まあキング起動しなくても、全然勝てるときは勝てるんですけど、キング起動するというかもう、あの受け方でしかたまたま守れなかったんでね。まあたまたまキング起動が刺さりましたね。ナイスピース。さあ、ハルキ。なんか海外でいたっすね。クララリーグチーム戦時代に。なんか、ハルキって言った気がする。塗りハルキ。塗りハルキ佐藤。チーム名忘れたけど。いた気がします。まあ、スケラ大事なのは、まあ、序盤スケラを打ちすぎないことかな。ぶっちゃけこう、守るデッキなんで、まあ、スケラ打たないが大事なんですけど、今回に限って打つ。圧着いないのと、あとクエイクロイホグか、まあクエイクホグかって感じかな。まあどっちかわかんないけど。まあロイホグっぽいけどね、さすがに。痛い。さあ大流行圧着いロイホグ。まあこれも守って、最終的に俺の方がダメージ量多いよねっちゅう話なんですよね。意外とクエイクとかデリとかあるとね、結構守られちゃうからね。まあこれ落としてもいいっすね。デリ使って、うん、いやーいい防衛や。いやでも入っていくのがスケラなのよと。でロイグ来たらこれ逆サイ端前ボス機っすね。低めだとやっぱクエイクでいかれちゃうんで、ここで誘導できると結構でかいよね。まあ基本もう守りっすね。一生守ってカウンタースケラーみたいな。あっち食いされたらベビースケラーは全然ありっすけど、あんなこのも待ってもいいぐらいかもね。結局あっち食いでいかれるんでね。でこれにはまあ端前あっち食いかな。なんでまあ低めで受けていくか。いやーいいタイミングで消えるね、マジ。
さ、この圧着衣がね、やっぱ厄介にはなってくるよね。うん、ボス機置いて、こうするとタワーとクエイクなかなか巻き込めないんでね。でこれはベビにアチクイが来る読みの逆サイ、まあ来なかったら来なかったで、まあまあまあ、まあ、ガチで硬いね。まあでも最終的なダメージはね、基本勝てると思うんですよね。うん、無理やり集めて、これポイズン削りいらないかな、どうだろう。圧着衣結構ポイズンプラスので処理できるから、こっちロイフが来るっすよ。こんのかい、なんかヤンキーした俺。まあこれでも本当もう今からスキラポイズン打っとけばある程度勝てます。守るだけです。はい、墓石アイリーズでも何でもいいので守るだけです。で逆サイド飛ばして踏むと、はい、スケーラーのタルノーってなったら、さっきまでのは何やったんやーっていうぐらい削れます。あとはバルキリー取るんでしっかり守るっすね。これよいしょ、まあポイズン圏内なんで、さあ守って勝ちそう。いやーでもね、やっぱ圧着いるとね、ほんと怖いよね。サイクルとかもさ、ね、もうわけわかんなくなっちゃう、あれって。そうなんで、そこはちょっと怖いですけど、まあ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 、さすがにね。さあということで、まあ、チエンスキャラね、本当に初期から終盤までずっと使える最強デッキだと思うので、まあ、皆さんもぜひ使ってみてください。宝石型超おすすめです。チャンネル登録もお願いします。ではお疲れちゃんでした。まだね。